こんにちは、松本潤です。今日は、渋谷に来ております、今日は、渋谷でナチュラリゼーションのレッスンをするので、渋谷のセンター街、日本でかなり有数の繁華街渋谷に来ています。今からまだ時間があるので、ちょっとランチでも食べようかなと渋谷のセンター街を歩いております。若い人ばっかりですね。まあ、京都でいうと四条河原町、三条河原町が広い感じですね。今日はちょっとまたレッスンが1時半からなので、美味しいラーメンでも食べようかなと思っています。渋谷って結構ラーメンの激戦区らしくて、いろいろ調べたんですけど、どこがいいでしょうか。まあこれからちょっと巡って渋谷をちょっと若者ぶって歩きながらレッスンに控えたいと思います。創業昭和30年熊本ラーメン、ちょっと食べログでここが美味しいという情報を得たので、熊本ラーメンに行ってみようと思います。熊本、博多ラーメンは食べたことありますけど、熊本ラーメンは初めてですね。やっぱ行ってまいります。